一つ。マンゴー農家に生まれながら日本では誰も手がけていないアボカド施設栽培大規模生産に成功した横山陽一。匠の蔵。おじいさんがみかんを作ってましたね。みかんを作って、はい、お父様が、はい、今マンゴーをやってます。あ、じゃあ本当に代々の果樹農家といいますか。農業大学を卒業後、大手スーパーの青果部門を経て県庁の農政水産部で働いた後で、その県庁をお辞めになっていよいよですか。はい、そこで就農しましたね。と同時に、はい、実はアボカドも始めたんですよ。あ、そうなんですか。はい、ただ単に親父の後を継ぐだけでは面白くないと、だったら何かないかなって探した時に、大好物だったアボカド、これちょっとチャレンジしてみようかなということで、初めて育った実がチーズのように滑らかで美味しく、栽培技術を確立すれば成功できると考えた。この品種であれば新しく本格的なハウスを建てて経営栽培できるなっていう実感が持てたんですよ。横山のアボカドは宮崎で新しい動きを巻き起こしそうだ。アボカドのコース料理を試作したお店を訪ねた。おやおや、これいけますよ。宮崎発信でアボカドという食材がこう、はい、手に入るということで、はい、料理人の方たちにも何か刺激になるんじゃないでしょうか。そうですね、アイデアいただいて、こういう料理にも使えるよっていう、そういうのをご提案いただければなと。田原さん、今回の匠横山さんと出会っていかがでしたか。自分の好きなものをこう一からこうやってこのように生み出せる農業ってすごいなと思いました。喜びとやりがいっていうのが伝わってきて、宮崎にアボカドありと言われる日も遠くないなというふうに感じます。